一寸先は闇。90年代に活躍したアイドルの川越美和さん。大好きな曲、涙くん、さよならをカバーしていましたが、当時はすごい人気アイドルでしたね。しかし、その活躍からは想像できない最後。気になる彼女の人生を振り返りたいと思います。川越美和さん。鹿児島を出身で、芸能界入りのきっかけは、地元でモデルをしていてスカウトされたことだとか。1988年、ルッキング・アット・ユーで歌手デビューし、翌年には、天地真理さんや、浅田美代子さん、岸本佳代子さんと同じ、トップアイドルへの道が約束された。ドラマ、時間ですよ、平成元年の、7代目マドンナ役でレギュラー出演して、挿入歌、夢だけ見てるを歌って、第31回日本レコード大賞新人賞を獲得するという、まさにシンデレラストーリーを歩んできました。そのエキゾチックな顔立ちで、ポスト後藤久美子とも言われて期待されましたね。ドラマ、スクールウォーズ2、ホテル2や、映画、男友達などにも出演。同期歌手デビューには、田村恵里子さん、島崎和歌子さん、中山忍さん、深津絵里さん、マルシアさんがいました。人気ドラマ、天まで届けの主題歌の、涙くん、さよならという曲を歌っていたのを、覚えてる方もいらっしゃるのでは？その後も、ドラマや映画、舞台を中心に活躍された、川越美和さんですが、実は、それ以降の芸能活動は今一つで、芸能活動、一時休止や、事務所移籍とか、一時は、初瀬香織という名義で活動したり、瞑想を繰り返しながら芸能活動を続けますが、2007年、ついに所属事務所を退所し、芸能界を引退することに。そして、翌年の4月22日、川越美和さんは自宅アパートで、ひっそりとこの世を去っていたということです。しかも、彼女たった一人きりで、享年35歳、芸能界引退からわずか1年でのあまりにも若いその旅立ちと、あの華々しいアイドル時代の活躍とのギャップがあまりにも大きかったのを記憶しています。どうして彼女はそうなってしまったのか、さらに調べてみました。伝説のアイドル川越美和さん、芸能界での最後の仕事は2007年映画ゲゲゲの鬼太郎のヒロイン井上真央さんの母親役という脇役でした。その後、突如、芸能界を引退した川越美和さん。しかし、この引退も実のところ、彼女の身から出たサビの部分もあるのだと言います。実は、彼女、16歳頃にはすでに、月収が200万以上あったのだとか、お金の価値もわからないような少女が、あっという間にそうなったのですから、上から目線になったのも無理はないかもしれません。自分が気に入らない仕事はすべて理由をつけては断っていたそうです。ですが、やはりそんなことは長続きはしません。それでも過去の栄光にしがみつくあまり、みるみる仕事が激減していったのです。そしてその現実に耐えられず、極度のアルコール依存症になったのだとか、あまり下積みもなく、運よくスターとなった彼女には、生活のための仕事が理解できなかったんですね。引退後は、さらに苦しみます。時給1400円で、成功報酬が、契約1本5万円の、不動産会社のテレホンアポイントの仕事をすることになります。会社が用意したマンションで、愛犬2匹と暮らしていたといいます。しかし、つつましく平凡な生活ではなかったらしいのです。実は芸能関係の悪い人間に引っかかって何かの保証人になってしまい、お金に困った様子が見受けられたとか。その他にも川越さんの話にはたびたびお金に困っていることが伺えるのです。例えば親族に金遣いの荒さから感動されたとか、家賃滞納でアパートを追い出されたとか、いろんな知人から小刻みに借銭を重ねて、
周りから人が離れていったとか、一体どこまで追い込まれていたのでしょう。実はこんなこともあったとか。ゲゲゲの鬼太郎のロケでのこと。撮影時、川越さんはロケ現場で突然泣き出したり、上の空だったりで、心配したスタッフが声をかけたら裸にもされて、もうボロボロなんです、もうやめると口に出すほど取り乱したりで、事務所の人間とも音信不通になって、途中降板になったのです。もう精神的に極限状態だったんですね。裸にされてというのは、前年のコメディ映画松金乱射事件冒頭でのヘアヌードシーンのことだと思います。世間からはあの川越がとか、一時期は注目されましたが、そこまでしたのにブレイクすることはなく、一説では脱ぎ損とまで言われ、映画の番宣にまんまと利用され、身も心もボロボロになった川越美和さん、その頃には病院で処方された10種類ほどの抗うつ薬を一度に2回分服用していたとも言います。これだけではなく、スチェララパーのメンバーとの破局が原因とか、摂食障害での栄養失調になってたとか、いろんな噂話が飛び交ったのは気の毒としか言いようがありません。彼女にとって芸能界に入ったことが、彼女の思いとは裏腹に悲しい最後をもたらすとは思ってもみなかったでしょう。それにしても彼女が特別だったからではなく、誰にでも大なり小なりあることだっただけに、悔やまれてなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は川越美和さんの短い一生で、たった一つ残念だったことは、幸か不幸か、デビューと同時に凄まじく売れてしまったことではないでしょうか。だからこそ、小さな失敗を恐れて大きな過ちを犯してしまったとも言えるのではないでしょうか。失敗や苦労が多ければ多いほど、人間の引き出しは多くなると言いますから、右も左もあまりよくわからないままに成功してしまって、プライドが邪魔をしてその先に踏み出せなかった、結局それが原因とも言えるのではないでしょうか。押村君は最初にもう少しだけ苦労していれば、結果ももう少し変わったのではないかと残念でなりません。しかしながら、芸能界というところは今も昔も厳しい世界だということが改めて分かりました。川越美和さん、安らかにお休みください。合唱。